先頭だ。さらに外からはルールソバールが外マクリオに上がっていって、現在単独の2番手、残り400を通過。さらに外マクリオにムチが入って上がってくるエピカリス、現在3番手まで上がって前にどれだけ接近できるか。内からはアスカのロマン、あるいはゼッケン6番タガノディグを外に持ち出していったキングズガードの伸び足、連れて1番のモルトベイノも足を伸ばしてくる。残り200はすでに通過しているが、先頭はゼッケン16番のテイエム迅速先頭だ。2番手10番のルールソバール、3番手にキングズガード上がってきた。先頭はテイエム迅速ゴーリー、テイエム迅速勝ちました。